そっか、つまんねんだ私。何する気だよ私の秘密を知られたからにはタダで返すわけにはいきません。何茶菓子で買収かよ。恋は出会いが肝心、曲がり角での上手なぶつかり方の練習です。ベタすぎて逆に新鮮だな。行きます。はいはい。アホらしい。うわ、避けてしまっては出会いになりませんわ。それ出会いじゃねえよ、襲撃だよ。衝撃が強い方が印象に残るかと。逆に全ての記憶が吹っ飛ぶわ。勢いはほどほどにしとけ。はい。そんじゃスタート。始めたいのは恋か喧嘩か。違うんです、私の恋愛の達人なのでは。え、右の子が好き。リコ、内緒だぞ。俺、お前の友達のノリコが好きなんだ。お前って女って感じがしなくて好きとかそういうのないから楽だわ。まさか私たちが付き合うなんてね。そんなところからか。覚えてる？あの日の海。知るかよ。ひどい！あれから恋が願いたのに。だから知るかよ。手も握ってくれず、女の子の気持ちも分かってくれない、この下手で。余計な芝居はいらねえんだよ。気分が盛り上がること、それにムードって大切だし。ムードだ？どうせやること同じなんだ、さっさと手出せ。妙にショックですわ。うん、私も。いっちー！あれ、護身術講座だったっけ？すみません、小さないたずらで可愛さをアピールしようと。ねえ、私の仕事は？あ、私がやっておきました。そう、じゃあこの前の案件でも。それもやっておきました。確か先生から頼まれていた。全部やっておきました。だったらあんたが会長もやればいいじゃない。大変ですわ、私ったらドジなんですから。わざとらしいな。全校生徒に配る書類をうっかり間違えましたわ。はいはい。倉橋さんとの恋愛研究記録。うわー、最初からやるな！こともある。だからこそ正してくれる人が必要なんですね。マッキー、それでごまかされるか。ごめんなさい。さりげなくハンカチを落とします。まただっきーかよ。おい君、ハンカチ落としたよと声をかけられたら逃げる。さりげなくはどこ行った。無邪気に鉢をかける二人。本当に付き合いいいな。気づけばそこは岬の花園。ここ、夏をやっと捕まえた。好きだ、君が大好きだ。私も大好き。もう離さないぞ。待てー。そうですわ、白鳥のごとく見た目は優雅に、隠れたところは必死に動かして。どうです、隠れてねえ。さあ追いかけてきてください。やだ、キモい。なんでですか。夜だ。お前頭いいのか。外でのお前は影武者なんじゃ。ひどい。裏を見てください。いかがわしい広告みたいだぞ。下隅に書いてある追伸がミソです。いやらしい戦略だな。おばあ様は今も健在です。詐欺じゃねえか。生徒会役員なんだからマキさんを見習ってね。それは無理です、心の底から。アピールするには、それ！こうすればどの角度からでもバッチリ見えますよね。
ああ、見える見える。どうですか、リコ。私の同じ、イケてますか？輝いてますか？ああ、イケてるイケてる。早すぎて見えねえけど。おい、大丈夫か？気持ち悪いです。って、アホか？